この端正な顔立ちである。やはりセラだな、すごいな。うわ、開始早々戦闘回避。さあ行きましょう。パート20。これが7ですね。7、7だったはず。言えて1個ずれてたら、28になるわけだから。本当に雑魚戦多すぎよ。リーダーはセラで行きましょう。雑魚戦いらない。雑魚戦多すぎるよ。ここ雑魚戦辛い。ここはイージーモードで正解。でもイージーモードあんま良くないらしいですよ。気をつけて。ゆっくり時間がある方は、ノーマルモードでアイテム集めた方がいいそうです。はい。どっかで変更できるんじゃない？あ、違う。あ、間違った。こっちがいいのかな？こっちでいいのかな？オッケー。もういいよ。しゃ！数歩歩いたら即戦闘。撃て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 。範囲攻撃、範囲攻撃。範囲で範囲で。ダメか。自分でエアロ選択しないとダメか。でも、オッケー。倒せそう。オッケー。まだ1分半しか経ってない。2000もあるんかい、雑魚戦か。多いね。マッピングオッケーですね。進むべきはこっちでいいのかな？頼む。出るな。フラグじゃない。やめて。オッケー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 。いいね。いいね。いいね。ありがとう。でも言うてこれ外角、はいやー、ぐるーっと回って終わりじゃない？なんかある？繋がってるか道。大丈夫。家が先に倒してくれればわりかし早く終わる。飛んでるやつそんな強くない。家が。オッケー。セラがキリにかかるとちょっと怖いよね。あなたはいいんだよ。そう、弓を放ってればいいんです、あなたは。遠距離でいいんですよ。はいはいはい。さあ、進もう。言うてこれ、マップ終わってるっしょ？どこだ？あっちの外角に行けばいいんだから、多分ぐるっと回るんだろうな。敵出てもスルーし、できれば、ベスト。これだよね。この3を、向きを変えたいんだけど、これ中に向き変えれるとかあるか？もう、もう。あ、でも大丈夫。こいつら3体は弱いから。範囲攻撃で多分ドゴン。オッケー。ドゴン。ドゴーンじゃなかった。意外と残った。はい、オッケー。はいはいはい。あ、そういえばコスチューム変わってますね。動かせるとこないですね、これね。ないですね。この、多分先に行けば正解。では、ぐるっと、この部屋自体を回せることができればいいんだけど、できない。できない理由がどっかにあるなぁ。どっかにないかな。わざわざここまで来させたんだから。やだ、逃げる。逃げるが勝ち。逃げるが勝ちだ。やだ。ついてこないで。ああ。もうやだ。しつこいよ。ピャッと終わらしたい、ピャッと。読んでいく。落ちる、落ちる。いやー、ギリ残る。オッケー。まずい。先に進めないのが一番嫌だ。ここでぐるぐる回って雑魚戦で時間を潰すのが一番嫌だ。自分としては。探せ、どっかにあるぞ。どこだー。わかんない。わかんない。ちょっと戻ってみる。あれ違う？あ、ぽくね？
もうやだ、もうやだ。逃げるってコマンドがあれば、もう遠慮なく使ってるな多分。遠慮なく言ってると思う今。まだ行っても倒せない。もうや、もうやだ。3ぐらいで多分ちょうどいい。そしたら変更。溜まってる。オッケー。倒して。まだ1体いる。もう早く2で終わる。終わる。変更する。はい、オッケー。いらないいらない。はいはいはい。もうね、次に進みたくて進みたくて仕方ないんだよね。多分これだ。向きがこれで変わるはずだ。てかさっき変えたんだよ。それでいけるようになったんだからさ。もうもう本当に。こいつはいるとね、変更できないからね。なんか見てるリスナーさんと今気持ちがシンクロしてそうな気がする。リスナーさんもうわーとかなってそう。はい、おすすめーみたいな。ごめんて、ごめんて。もうあれ、もうあれ。それくらい前に終わらせて、オッケー。さあ、行こうか。これで向きを変えるじゃん？これで向こう側に回れたじゃん？よーし。2回回す。多分回した後に敵が出てくる。ナエルさん、ピンポイントであなた立ってますけど。よし。出てこないで。お、偉い！さっき出てきたんだよね。ナイスです。ありがとうございます。やめてー逃げまーす。全力で逃げまーす。オッケー。範囲広いな。生命のエンジン。あそこ。これマッピング結構えぐい感じだな。あー、マジか。ホーミングしてくる感じか。こいつら出てきたら倒さなきゃダメか。まだ若干喉治ってないな。まだ治ってないね。本調子の声じゃない、これは。そんな気がする。まあでもちょっと実況は撮れるときに撮っとかないとね。積むからね。積むからね。動画投稿できない人が、やっぱ、一番出したくない。そういう日を一番作りたくないから。多少我慢してでも、出すしかない。作るしかない。FF は毎日1本あげたいっすね。1日2本でいいよっていうコメントが来てくれてるくらいだからね。答えたい。週に最低5本は出したい。一応5本編成になってる。他のタイトルもあったりするからね。お、ちょっといけるとこは行っとこう。最低週5本は出したいところ。うわし、もう仕事すぎでしょう。あれじゃない、もしかして俺ライブトリガー間違えたから敵大量に出てきてるとかない？そういうのないかな。ワンチャンそうだったら本当にごめんなさいだわ。シェラがちょっとおふざけをするとこを見て、見たいという自分の願望のせいだからね、これはね。レスキューがだるいな。がしかし、こちらの攻撃力の方が高い。攻めきれ。これは溜め切ろうか。 OK。 あー、ジェタートリニティユニオンじゃないよ。ザスター、ザスター。
あザスター、ザスター、はい、オッケー、やっと、やっと、オッケータイプ最上階、オッケー、これで最上階行けるようになりました。やっと行けるようになりました。さあ、てっぺんで待ってるのは誰なのかな。最後の鍵か。次はいよいよ最上階だ。この部屋ぐるっと回せない？無理、無理か。本物か偽物かわからないけど、これは逃げれないか。オーケー、振り向いて正解だった。ファイルサイズでか。あ、こっちの話です、すいません。まだリーダーチェンジしたもん。やっぱね、高画質で撮るとそんだけやっぱり情報量がでかいってことで、ファイルのサイズがでかくなるんだよ。まあでかい分全然問題ないんだけど、でかいの普通にマリオとか撮るとこの時間帯で11分で、まあなぜミコがここに、 5GB、6GB くらいだけど、この時点で 26GB 来てるからね。さすが高画質なだけはある。画素数とかそういうとこなんだよ。ピクセルとかの問題なんだよ。ファイルサイズの大きさっていうのは。エンコでね、エンコードすることでね、ファイルじゃなくて画質がどんどん下がっていっちゃう。より高画質にすると情報量が多い。情報量が多いと読み込みに時間がかかるとか、結構ね、結構シビアなんですよ。Wi-Fi 推奨なんですよ。だから Wi-Fi 推奨なんですよ。結構裏話ですね、動画のね。でもね、一番おすすめはやっぱり PC で見てもらうことですね。PC がいい。でもまあ、大半の方がスマートフォンとかの、こっちじゃないね。こっちだね。スマートフォンとかで。待って、ここぐるっと回せばいけるんじゃね？これ回せないっけ？回せない。やめてー！逃げまーす！逃げ切れ！セラ！走れ！おーぶねー！多分、左折っていうか曲がってたら終わってたな。戦闘だった。これぐるっと回る必要があったか？しくった、これは。しくった、ミスった。これはやらかしました。申し訳ない。もう2回転させてもらいます。もう、ん？もう2回転って言わないか。もう何回転？動かなくなったし。もう何回転？90度回転。そんな言葉ないよな。正しい日本語を使うとしたら、もう一周が正解だったね。回転っていう言葉を使うと。もう一周でした。はい。よし、帰ってこれたよ。あれ？おう。出てきたけど、これ、ちょうどマッピングできた。結果オーライ。あったんだね、ここに変更。あれ動かしたような、なんかもうわけわかん、もう戦、雑魚戦多すぎてわけわかんなくなるっすよ。あれもう終わりか。助かるけど。はいはいはい、マッピングしよう、マッピング。逆逆。よいしょ、あ、よいしょ、やったー、マッピングできた。これは、逃げれないか。外角に、モーグリ使うんだ、多分。そうだな。ちょっとやってみようぜ。やばいな、モーグリ飛ばすやり方覚えてないぞ。適当にボタン押してたら多分できるか。そう、その攻撃がやばい。浮いてちょっと時間が止まる。それ食らう前に、オッケー、ナイス。イエーガー強い、イエーガー。さすが狩人。
あー、ザスター、ザスター、ザスター。あー、ザスター。オッケー。これだ。こうか。とんでもねえとこ行っちゃったけど、これでよかったの。動くと敵が湧く。ではマッピングをする。 OK。 モグリ、毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。